スナキャック NC080 スナキャック NC080 は1949年7月29日に初飛行したフランスの艦上戦闘機の試作機である。1950年4月10日に発生した原因不明の事故の後に開発は中止され、この設計の目的としていた協作は最終的には決まらず、1952年にフランス海軍航空隊は デファビランドシーベノムを採用した。この計画はもともとスナキャックの出資で、P4 技師の指導のもとアルセナル VG90 とノール2200に対抗する短座の環状戦闘機を製作する目的で始まった。1949年7月29日に初飛行を行ったが、すぐにスポイラーと水平尾翼の操作に問題があることが判明した。スナキャックが スナキャンに吸収される一方で、本機の試験は、ブレーキニーとビラロッシュで独自に実施された。1950年4月10日のピエール・ギャレイ、操縦での試験飛行中に原因不明の墜落事故を起こし、以降の開発はすぐに中止されたが、機体は修復不可能なほどの損傷を負っていた。NC1080 は、水力 2268kg の ロールスロイスにインターボジェットエンジンを搭載し、3門の 30mm 機関砲を装備可能なように設計されており、機体は全金属製の低翼端容器であった。出展、ザ・コンプリート・ブック・オブ・ファイターズ初言性能武装。ありがとうございます。